久保さん難しい言葉知ってますねはいちょっと今からですね来客がありまして沖縄からはい沖縄からまあ綾さんじゃないんですけど初めて来ますね初めて僕は8年前ぐらいに東京の渋谷でのあの飲み会で隣にたまたま座った人なんですけどそれ8年越しにですよそう まあそれから別に一切連絡とか取ってないですよ。取ってないし、そ,そのばっかりです。8年前。<laughs> 9年前か。いや、10年前かもしれないですね、もはや。渋谷の時だから10年前ぐらいかもしれないですね。初めてプライベートで会い,会いますね。<laughs> まあその方はですね、まあその超、超有名な、僕、超有名なね、あのサイトを運営してて、もう、 あの、8年か9年ぐらい、そのアフリエイトで100万を稼ぎ、100万以上の収益を稼ぎ続けてきたっていう。で、今、サイト売却、会社ごと売ったのかな。で、沖縄でなんか自由に暮らしてるみたいなんですけど、僕の中ではすごい人ですね。ずっと稼ぎ続けてきて、まあ僕もちょっとお世話になってたんで、そのサイトに。うん、まあ、エロサイトなんですけど エロサイトか。<laughs> エロサイトなんですけど。うん、まあ、それね、鹿児島に来てくれ、なんか僕の発信をずっと見てくれてたみたいで、ずっとじゃないですけど、なんか、なんか見てくれてたみたいで、今からちょっとね、お迎えに行きます。はい、まあ、続けるってすごいですね。何があるか分かんないですね。僕からすると、その、まあ、得体も知れない どんな人がこのサイトを運営してるんだっていう、そのビッグサイトですね、超有名なビッグサイトの管理人とお会いできるっていう、だからまあ、2ちゃんのひろゆきさんと会えるレベルですね、僕の、今あの、なんだ、感覚値で言うならば。うん、しかも、でもひろゆきさんの場合は、表にガンガン出てるんで、今ね、その方はもう、裏でも絶対顔出ししないし、絶対表に絶対本名も出ないような裏の人なんで。 ありがたいですね、裏の人と会えるっていうのは <laughs>。行ってきます。